江ノ島水族館は2003年12月まで神奈川県藤沢市片瀬海岸で開業していた水族館である。新江ノ島水族館の実質上の前身。1951年頃、6大映画会社の一つであった日活社長の堀久作が湘南海岸沿いをドライブし、この地に水族館があればというアイデアを実現させたものである。 事業会社として株式会社江の島水族館を1952年7月19日に設立し、1954年7月1日に水族館が国道134号沿いの片瀬江の島駅よりの内陸側に開業した。1960年代に国道を隔てた海岸側の湘南海岸公園の敷地内にマリンランドと海の動物園が増築され、 三冠で構成された。1974年に、堀久作が死去すると、実施の堀正彦が、経営権を承継。堀正彦の夫人で、藤日の絵馬のじ、娘である、堀幸子が、当時20歳代で、江ノ島水族館の社長、館長に就任した。一方、1975年に、日活の労働葬儀により、堀正彦が社長を解任され、日活は、 堀家の手から離された。2001年に施設老朽化のため、海側の敷地を拡張の上施設の建て替えを行い、新江ノ島水族館として再出発を図ることを決断。2002年9月16日にマリンランドと海の動物園が閉館したが、建築工事に支障がなかった内陸側の水族館は引き続き2003年12月31日まで営業した。 1954年7月1日に日本初の近代的な水族館としてオープン。建物は魚類を飼育する1階部分と標本やクラゲの飼育、エドワード・エスモースの江ノ島臨海実験所における功績を称える展示があった。1955年12月28日に江ノ島水族館として博物館相当施設に指定される。吹き抜け部分では 魚のショーもやっていたが、1990年に、コカゲのマンボウ広場をオープンした。なお、一部に、江ノ島水族館、マリンランドを別施設扱いする見解もあるが、入場チケットも3枚綴りのもので離れた3館に、それぞれ入場するようになっている。なお、館の表記や、後継施設である新江ノ島水族館のサイトの絵の、水の歴史では、 江ノ島水族館であるが、書籍などでは、江ノ島水族館となっており、表記は混在している。水族館前から道を挟んで所在する、マリンランドへ直通になっている、地下道。もともとは、実物大の小岩しくじらの絵など海洋生物の知識などが描かれていた。1993年にアートトンネル、アクアパラダイスへリニューアルされた。旧水族館時代のものは、 これのみが現存する。しかし、旧水族館の建物の解体に伴い、現在閉鎖されている。江ノ島水族館に続いて、1957年5月3日にオープンした2番館であり、日本で初めてイルカを飼育するために建造された水族館であるとされている。1967年4月1日に、江ノ島マリンランドとして、 博物館相当施設に指定された。表面積千平方メートル、水量5000トン、水深6メートルの当時東洋一の大プールを有していた。元々はミンククジラを飼育するために建造し、建造中の仮称はクジラがっぱなし用地とされていたが、当時オープンまでにミンククジラを確保できずに、代わりにイルカやゴンドウクジラを飼育することになった経緯がある。 オープン時にはマスコミに対して、ミンククジラ飼育を宣伝していたのに対して、確保できたカマイルカ3頭が飼育され、翌月にようやく花ゴンドウを搬入できた。1980年代初頭まで、プール周辺の通路にクジラの仲間のイラストが描かれ、飼育したことがある種類に印がついていた短期間と思われるが、かなりの種類を飼育したようである。 旧江ノ島水族館に展示されていた白星のオサガメもこのプールで飼育された個体である。花ゴンドウの日の枠ぐりと犬を乗せたビニールボートを押すショーも行われていたが、1980年代後半には行われなくなった。1957年8月27日に公開された日活映画、上映時間29分、江ノ島水族館。 マリンランド海園ンの様子の記録映画。花ゴンドが静岡県の伊豆安領港から箱根を越えて輸送される様子が描かれている。また当時の水族館の様子も貴重なカラー映像で記録されている。事業主体であった株式会社への島水族館は2004年の新江の島水族館とアクアトト岐阜の開業を機に株式会社への島マリンコーポレーションへ改称し、 各地の水族館での飼育管理等を受託する部門と、旧水族館1号館建物を利用したショッピングモール、湘南家族の経営へ事業転換した。閉館後、水族館の建物1階は土産店、2階はレストランとして利用され、土産店で飼育水槽の一部で熱帯魚を飼育し、海の動物園から移設した南ゾウアザラシの大吉と、 お宮の剥製を木陰の万望広場大水槽に展示した。両店舗を閉店後新築マンションのモデルルームが建てられた後に跡地を災害対策など都市計画を前提に藤沢市が購入検討したが撤回され、2012年にマンションが建設された。新江ノ島水族館はブーを取り、江ノ島 PFI が施設を運営して、 江ノ島マリンコーポレーションが飼育を担当する上下分離形態で運営されている。株式会社江ノ島マリンコーポレーションは日本の企業、東京都千代田区に本社を置く。1952年に江ノ島水族館の事業会社として株式会社江ノ島水族館の称号で設立された。2014年現在新江ノ島水族館、相模川ふれあい科学館。 世界淡水魚園水族館を運営する。江ノ島には、この江ノ島水族館の前にも、同名の水族館が存在したことが確認されている。ただし、詳細が明確でない部分が多い。ありがとうございます。